はい、SINです。本日はですね、先日アップしたバイクを300台持っている男に会いに行ったこのバイクに決定という感じでね、ヤマハのサリアンシリーズの動画を2本公開したんですが、なんとそろそろナンバーがついてるらしくて、じゃあ本格的にどうしようか考えようじゃないかということでね、原付に詳しい後輩の一人が経営するバイク屋の方へ、まあ俺の地元なんですけど、来ております。お邪魔しまーす。久しぶりです。みっちゃん久しぶり。みっちゃんでかくなったな。20年ぶりぐらい。しんのすけ君最後あったのいつかなと思って。みっちゃんだって中学生か。最初は多分下手すら小学生ですね。高井戸の高速下だったね。そうだよね。久しぶりジェイス。社長さん今やかっこいいバイクいっぱい置いてあるじゃないですか。この辺とかも今は許容範囲ですよ。これスーパーフォアです。ちょっとちげえなと思って 900F のそうだよね。でかい形変えちゃったと家のじゃメインで。へえ、かっこいいことやってるじゃないですか。ペッパーとかを実しよう。今ほーっていい顔してたけど。嬉しい人なんで。最近なかなか褒めてくれる人いないんで。本当若い人わかんないのかな。かもしんないっすね。ね、でも旧車好きだったらみんなね。そうなんです。分かってくれる人。バイクは好きで割と。もう何でもやるんですね。何でもやる。何でもやるんじゃないですか。ああ、スカッシュあるじゃないですか。なんでこんな綺麗なの？パッソルもある。メーター周りとか速攻ぶっ壊されそうな限りだな。これは Z13 みたいですね。6発っすよ。6発いいね。すごいな、バイクに生涯かけてるじゃないですか。僕だってバイクだけっすもん。本当？本当？うん、車も全然しないし。じゃあスケボーからバイクへ。そうっすね。うん、やばいじゃないですか。私スケボーからバイク行く人は信じられないと思ってたんですけど、先輩とかを、はいはい、自分どっぷり行っちゃいましたね。あれ4フォアですか。あれは CB400 フォアって、後期に水冷のが出たんですよね。平成のちょっとタンクの量が多いんでしたっけ。それをここ今タンクあるんですけど、94フォアのペイントにエンジンは水冷なんですけど、昔の空冷の形にそれでテールランプとかを4フォアに付け替えて注文で作る。なんかね、トップブリッジ周りとかがちょっと違うなと思って。そう、さすがスポークのダブルディスクなんで、だから性能的には最高にいいです。旧車じゃないじゃないですか。そこにいっぱいあります。しんのすけ君が好きそうなスクーターとか。ああ、本当？僕スクーターより単車の方が好きなんですけどね。単車もありよ。スクーターはなぜかというと、今回サリアンをゲットしたでしょ。動画見てもらったと思うんだけど、あれが分かりやすいというかやりやすいかなと思って原付にあえて行ったんですよ。あれ面白い。どれ？これ赤いやつ、スクーターっぽい形してるんだけど、これギアついてるんですよ。へえ。車みたいなシーケンシャルみたいな感じで、プラスってここ上にあって、でこっちは下にマイナス。そうなんだ。こういう風にある。ああ、やばいじゃん。スーパーカーじゃん。スーパーカー。未来型のバイク、ね。でもその途中みたいな感じなんですね、ちょうど。僕これキャブっ子なんで、キャブ空冷の子なんで。キャブっ子とか言って、そうですね。10年後のバイク屋さんとかキャブ触ったことがない。人とか出てくるかもしれない。今でももういますよ。もうすでにいます。激ヤバマジでびっくりします。キャブを洗わない世代。あ、結構原車でいい値段で売ってますね。一番奥、セピア G2 ってあるじゃないですか。新車です。新車よく見つけてくるね。俺の世代ですよ。そうですよね。普通サイクルで 7.2 馬力とか7馬力の一番パワーがあった頃。そうですね。程度すごくいいやつ。いやすごい。だって走行距離 0km って書いてあるもんな。 DIO ZX はもう俺の次の世代でしたね。スーパーディオとかになる前だったから俺。ただのディオ。そう、ディオ。その辺昔タクトとか乗ってなかった。タクト。ネットインのタクト。タクトも乗ってた時期もある。青か赤か。青か赤。それに見えちゃうんだよな。まあでも。大体の。原チャリもそうだし、ちっちゃいモンキーゴリラもそうだし、単車。小型の中面までは。あれ NS50。NS50F。とかも全然遊びで乗ったし、N チームも乗ったし、大体日本のバイクは乗りましたよ。日本人が好きな旧車って言われてるものじゃないものだったり、それこそ SR とかスティードやジャズも乗ったし、下手したら多分200台近くは乗ってるんじゃないかな。乗ったりだな。まあいろいろ乗りましたよ。今僕持ってるのがさっきあれと、隣の TZR って250。あ、TZR 乗ってんの？あ、これ最初の TZR じゃないですか。わざわざこれにしたんだ。これ10年ぐらい持ってるんですけど。へえ、これね。デルタボックスって言われるアルミのフレーム。すごいなあ。かかってるのが、僕の一番一押しの自慢のバイク。買えるんですよ。はいはい。わ、すげえ。わ、これこそ未来のバイクなんです。エヴァンゲリオンみたいじゃん。これ。はいはい。スーパーチャージャーついてるんです。どういうこと？でしょ、どういうこと？バイクにスーパーチャージャーどういうこと？もともと？もともと。へえ。川崎がこういうのを出したんです。全然昔の忍者と違う。昔の忍者こっちっすよ。そう、こっち、こっちだもん。こういうノリ。だけど忍者っぽいこっちの方が面が。これ新車で買いたいってバイクがなくて、まあそうだよね。その時こいつが発表された時にスーパーチャージャーがついてる。うん。本当だ。スーパーチャージの。一人しか乗れないしこれ。本当にバイクが好きな人じゃないとこれのチョイスにいかないよね。ね。排気量は？これ 1000cc。1000。でかいな。あ、でも細けえな。作りが。ボルト一個がすごい。丁寧に作ったんで、すごいなって思いました。やっぱ見てて綺麗だね、作り方。昔の武骨な川崎よりも本当進化してるな。確かにこの単車1回手にしたらだいぶ変わったんじゃないですか。意識も変えましたね。ねえ、今透明だった、ね、昔白の澄んだ色だったじゃないですか、ね、え、これつけたいゲンチャリにここごと変えてこういうカップがつくやつにすれば、前ブレーキ、え、このカップかっこいいんだけど、ちっちゃい方とか、こっち側とか、これ見て超いいなと思って。今ブレーキオイルもね、色があるんですよ、オイル自体に。そう、赤、青、緑か。昔って透明しかなかったじゃないですか。ね、俺の時ね、ブルーと茶色っぽいのもあったかな。あったのかな。古くなって茶色になったのかな。茶色が古くなって。俺の友達がフォルクスワーゲンかなんかの純正のブレーキフルートを頼んだら茶色だったって。へえ、純正で。そう。へえ。この塗装がすごい特殊塗装なんですよ。へえ。だから今びっくりするのが、もっと進化してて、ちょっと爪で木とか傷つくじゃないですか。今それ日向に置いとくと傷が戻っちゃうんだ。すごい。でも車でもなんかあるって言いますよね。へえ。それはコーティング系なのかな。特殊塗装みたいな、そのクリアが自然治癒する。いや、相当深いのは無理ですけど、なんか磨き傷ぐらいのとかだったら戻っちゃう。僕の戻んないですけど、今売ってる川崎のバイクは戻るんですよ。へえ。新しいテクノロジーがどんどんバイクに注がれてると思うとちょっと安心しました。だってバイク廃れちゃうんじゃないかなとか思ってて、結構自動運転だなんだっつって車の方がね。だけどこの前の東京モーターショーでもホンダのブースは昔からの CB シリーズが並んでたりとかなんかしてたらしくて、やっぱり好きな人とかね、根強くたくさんいるんで。俺動画見てもらったと思うんですけど、サリアンをゲットして。見ました見ました、サリアンの中では多分一番トップグレードじゃない。ええ、いいやつなんだ。まあ昔のだけど、昔結構調べたら割と女性向けに開発されたゲンチャリらしくて。へえ。そうそうそう。でそれは知らない。 CM でも昔の有名な女優さんとかが使われてるんだけど、スピードを出すとか競技に向いてるようなゲンチャリじゃない。要はどっちかっていうとちゃんと走るけどインテリアっぽい、まあ街乗り。そう、街乗り、当時の感覚でスタイリッシュに作ってるっていう程度なんで、純正でそのまま良くしていくって気が割とさらさらなくて、側だけじゃなくてね。そう、側だけじゃなくて。ちょっと懸念してることは、まずフロントの足回りがちょっと弱め、でできればディスクブレーキにしたいなっていうのを思ってて、でディスクブレーキにしたいのは見た目的にもそうなんだけど、サリアンを速くしたくて、スピードを。そう、スピードを。で今は多分もう作られてない縦型のエンジンなんで、もしかしたら違うゲンチャリの同じヤマハで乗っかるものか、80、100でもいいし、走るものに、まあ、ボアアップするんだったらエンジンを乗せ替えていじりたいなと思ってて、でもしできるんだったらフォルム的に後輪を少し後ろに伸ばせたらいいかなとも、一応まだやるかどうか分かんないけど考えてて、まあタイヤなんて後で考えればいいから、グリップがいいなりタイヤのパターンに合うなみたいなの後で考えればいいんで、まあ、ホイールもどうしようかなとか、そうだからもう全部ゼロの状態というか自由すぎちゃって。なるほど。そうなんですよ。だから電話でも伝えた通りフロントブレーキのオイルもシリンダーにしたりとか、うんうんうん、でさっき見せてもらった新しい忍者の H2 っていうの、そう、H2、うん、あれの透明なやつとか、はいはい、クソかっこいいじゃんあれとかそれをね、サリアについてるのがある。そうだから俺の時代とかはもう本当こんな感じだったんで、はいはいはい、うん、で上の蓋もこんな便器じゃなかったし、うん、うん、黒い蓋、そう黒いですよ、うん、でしかもすっげえもう灰色みたいになってる蓋だったし、そうそう、だからその辺で要はブレーキも変えない、変えたい、うん、でワイヤーもいいものに変えたいなとか、うん、みっちゃん現地のレースとかもガッチリやってるじゃん。まあ、趣味でね、うん、楽しんでやってます。そうそう、フォルム的な部分よりもまずやっぱり走るものなんで、うん、なるほどなるほど、うん、でポイントを押さえてできる限りそのパーツとかも探してみたりとかも、まず的を絞りたくて、うんうんうん、うん、的をね、そう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 、なるべくお金をかけないでそれを携わる時間に価値を見たいみたいなところもあって、はい、だからゆっくり進めようと思ってる企画なんで時間はたっぷり今のところ見てる感じがあって、うん、その中でみっちゃんがいろんな種類の偏ってないバイク屋さんなんで、センス的に、まあ、例えばまず足回りだったらサリアンしてたじゃん、だって写真送ってくれたから。サリアン持ってる、そういうことでしょ激ヤバだけ持ってるの自分で持ってる、そうそう、だから持っちゃってるんで分かるわけじゃん、もう大体分かる、うん、もしサリアンをちゃんと走れる原チャリにある程度するんだったら、うん、みっちゃんだったらどうするかなと思って、見ながらになっちゃうけど、うん、まあまずしんのすけ君が言ってるみたいにこうリスク、俺の好みね、うんうん、でもフルームっぽい感じにしたいんだったら、うん、リンクのタイプ、こっちにバネがついてる、バネがついてる、うん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 、アドレスとかそうだもんね、アドレスとか、うん、セピア、そうセピアとかのディスクになると多分スズキかな、うんね、ホンダとかもあるんですけど、ホンダとかでごついんですよ、はいはいはい、あんま合わないから、うん、ちょっとスタイリッシュだったら、うん、スズキのセピアとか古いやつ、うんを入れてみたいね。三つまだのところはつくもんなのかな。サリアに入れたことないからわかんないけど、入れないよねサリアに入れないよね、なかなか入れないと、うん、まず長さを測って、ね、あとはそのステム打ち替え、サリアンに棒だけ入れ替えるんですけど、うんうんうん、普通のオートバイとしては特殊なんですよ、うんうん、全部溶接でついちゃう、うんうん、加工は結構大変になる。そうだな、強度の問題もあるし、流用である程度行きたくて、でエンジンはストックのまま速くするのか、それかジョグとか、うん、スポーツの方に持っていくのか、ね、サリアンパーツがないでしょ、パーツがない、チューンアップパーツ、グレードアップパーツがないんで、何が流用できるかをばらして寸法を測ってになっちゃうから、うん、まああとは風鈴自体をマウンで加工する、ね、調整は大丈夫、まあ走ってみて、うんうん、で大体のところはつかめるんで、ああそれいいね。でマフラーはノーマルでどうしようかなと思って、マフラーがサビサビで、でサリアンって昔の湯たんぽ型だから、はい、多分詰まっちゃってる可能性もあって、下手したらちょっと、はいはい、うん、あれって形が悪いみたいで、うんうんうん、だからもしエンジンを積み替えてパーツがあるものにした方がいいのかなと思って、側はサリアンだけど走りは別の原付にした方がやりやすいのかなと、うん、あとサリアンのエンジンに合うチャンバーとかマフラーが売ってなくて、もしかしたら併用できるかもしれないけど、うんうん、でチャンプと似たエンジンらしくて、大きさが形とか縦型のチャンプ、昔の、はいはい、その企画を聞いて僕の中で昔から温存してるのがあるんですけど、温存アイディア、ああいいな。俺は好き嫌いは出るんだけど、うん、エンジンをビーズにしたいんですよ。タイヤが太いんです、知ってる、それが好き嫌いなんですよね、うん、いや俺ね、太いタイヤでオフロードタイヤじゃなくてスリックっぽいやつだったら、うん、そうするとドラッグっぽい形になって、うんうん、エンジンちょっと下げる、なるほどね、あそこはエンジン下げれば車高も下げやすいな、後ろは、前はちょっと考えなきゃいけないかもしれないけど、うん、バランス合わせ、うん、バランス合わせ、後ろのタイヤは実は太くしたいと思ったんですよ、はい、で、あのままのサリアンのエンジンだとちょっと太くしにくい、乗せ替えた方がいいみたいな話になってて、うん、で、アドレス入れたら太くできるんだけどねみたいな話で止まっちゃってたんですよ、うん、スクーターで、うん、今一番太くて履けるのは100の90の5、うんうん、それ以上太いのがビービーズなんですけど、はいはい、が一番スタンダードでストックできる、うんうん、100の90のトーンのサイズのエンジンのホイールを探すと、うんうん、90、100になる、そうだよね、そうすると今度エンジンがでかくなっちゃうから、うんうん、もう乗っければ下がるんですけど、うん、幅とか、そうね、強度の問題が出るから、うん、それだとセンターのセンター、そうそう、もちろんもちろん、そう考えるとビービズがもうちょっとやりやすいかな。ただね、ちょっとエンジンマウントの位置を僕も今はっきり把握してないんで、エンジンが下に作ったりと上からサリアンがちょっとどっちかが覚えてない。ものによっては、例えばジョブとかってクランクケースが低いと思ってて、要は左に角度つけて、まあハングオンじゃないけど走ると昔はよくすっちゃってたのね。でそれよりもちょっと低めに見えたサリアン。はいはい、タイヤ自体もちっちゃくて薄いんです。そう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 、だから上げちゃえば、タイヤ系を上げればそれはできる。あとはもう硬くなっちゃうかもしれないけど乗り心地はさっそう長くしてケツを上げちゃうとか、車好きの人たちでみんなでいじろうと思ってて、タイヤと多分カウルの間を開けない方がかっこいいと思う人もいるかもしれないっていうね、全然勝ち上げスタイルもバイクの世界ではあると思うんだけど、後ろから開けて見えるっていうのは、ケツ上げてね、そうそうそう。でそこで例えばサリアンでリミッターカットのキットっていうかさ、あれとかって聞いたことなくて、でサリアンは、多分電気でかけてないから可動圏プーリーで止めてるだけなんで、あの時代はそうだ。プーリーをいじれば、じゃあ古すぎてそもそもリミッターがないないギャグだギャグだ。そっか、でもそうやとサリアンのエンジンのままになるのか。サリアンのエンジンもポート削って大きくすれば速くなる。そうだよね。静かに乗るんだったら箱を確保して、そうだよね、まあね、パワーフィルターとかつけちゃう、うるさい、ベーコベコベーコベコパートパネルとかだとうるさいもんね、ほんとうるさい。なるべくうるさくしないで速くできたら、ノーマルのやクリーナーを確保するっていうね、外から見えない内側だけなんかして確保したりとか。時間があるのでエンジンの世界で一番大変なので、乗せることも配線、そうですね。車体がサリアンちっちゃめなんで、で現行の大きいのだと配線長いです。だからそれをどうきれいにしまう、あとは手間をかけるんだったら配線全部切って短く全部詰める。そんな難しくない。ただ大変、すごいいっぱい配線があるから全部ハンダコテでそれやると綺麗に収まるし、トラブルも少ない。そうだよね。変に余ってんの束ねてね隠してるだけだとちょっとかっこ悪いもんね、やっぱね。悪いし、そこが折れたところから漏電をしちゃったりするから、僕とかエンジン乗せ替える時はできるだけこっち。あ、じゃあもうそこまでこだわってやってんだね、乗せ替える時は。まあね、短いよりかは余ってる方がいいけど、もちろんもちろん届かないよ。でもやっぱそういう手間もかけないとね、やっぱりと綺麗にできる。行きたいね、それは。あれ、指導と、はいはい、ありますね。まああれを殺しちゃうのが一番早いんだけど、殺しても別にいいとは思ってて、スロットの柔らかくするのとか簡単でしょ。だってブレーキも柔らかくしたり、操作性も良くしたい。あとはまあバイヤーを作りたい。バイヤーだけって売ってるんですって。それを通してタイプを作ってあげたりとかも。それはアクセルの方だから、ブレーキを主軸ネジをこう締めていかなきゃいけない。ハンドル周りの中を見てないからわからないんだけど、トップウェッジの部分を変えて違うハンドルにしてバーハンって、場合によってはちょっとね、でもバーハン合うのかなとか、あのままの形を生かした方が実はあの車体はいいのかなと思ってて、バーハンってちょっとカスタムとしては昔は新鮮だったけどありがちだし、ヘッドライトだったりとかウインカーで差をつけるぐらいで、場合によってはでもその選択肢も今のところ生かしてる状態なんだけど、そうこの側もやりながら、アイディア出しながら、ヘッドライトはあのまま生かした方がいいかなと思ってて、中を LED にするとかそのぐらいで。ちなみに僕がやったやつちゃんと60キロ出ました。サリアン？いや本当？60出る？出た。新車で？新車も中古も。普通にキャブレターをしてた旧排気で、マフラーの渋滞も良かったのかもしれないですね、もともとの前で。あとはベルトとウエイトローラーをしっかり新しいものに変えて、ウエイトローラーの重さを調整してあげたら60ちょっと出た。60までの到達も早い。結構のんびり、ちょっとのんびり40ぐらいまでは普通、上の50から60ぐらいまでは結構トトトトト。まあでもサリアンっぽいよね。サリアンっぽいと乗せようと思っちゃうと正直何でも乗せられちゃう。横置きエンジンも乗せようとも横でも乗るから、縦だから縦じゃなくても横も乗せられちゃうから、できればね横のエンジンがいいなと思ってて、その方がまだ新しいからね、部品もあるし。ただ乗せるのはちょっといろいろ縦よりは大変作り込まなきゃいけない。そのエンジンハンガーがもともと違うんで、そうだよね、でも結局伸ばしたいんだったらハンガー作るんで、一緒だもんね、そこはそこで調整できるっていう、そこで調整して、例えばレースとかでいいとされてる車体、俺の時代とかだとハイアップRとか速くて、はいはい、その後だとアプリオが速かったっていう、ジョグ系ですね。やっぱジョグ系がやっぱいじりやすいし、速いし、やっぱヤマハとヤマハ合わせた方が何かとちょっと流用とか良さそうだと思う。クランクケースとかにもだってヤマハって入ってるしね。ヤマハのバイクなのにね、鈴木、そう、ホンダとか掘ってやるとね、好みですよね。それはそれびっくりするだろうし、まあまあまあ、だからそれがねありと思う人もいますしね。それで結構コアな人だからね、面白いことやってんねって思う人はあれだけど、サリアンのヤマハのエンブレム取っちゃってもいいと思ってて、サリアンって名前もかっこよくなるんだったら、あんまり知らない人見ると何乗ってんの、そう、何乗ってんの、でもエンジン鈴木って書いてある、あ、これ鈴木のスクーターですか、いやでもベースヤマハなんだよね、でも別にそんなねどうでもよくてっていう。ちなみに原チャリのタンクってあれ、メットインを開けたら給油する場所がサリアンあると思うんだけど、大きくすることってタンクってその中に入る容器があれば、ただ限界があると思う。あるよね。それを増やすとなると下に伸ばすしかない。下に若干スペースある、その下に長いタンクを今度探さなきゃいけない。そっか、めんどくさいね。それはちょっと大変かも。やるとまあね、アルミでタンク作ってもらったりするけど、すごいコストがかかるから、結構早くするとガソリンが早く消耗するんで、もちろん単純な原チャリってパワー上がった分燃料使う。そうそう、でもお前の原チャリ超遠くまでいけるねみたいな、一回ねっていうのは憧れの一つだから、原チャリにリザーブタンクとかもないし、サリアンねコックなかった、コックなかったような気がする。ちゃんと見てない。 DJ1 と勘違いして DJ1 懐かしい。 DJ1 あった、コック。 DJ1 がコックある。自動コックだったっけな、ちょっと調べてみます。それは昔ね、ガソリンタンクを2つつけてるやつと思ったんだよね。メットインがあるスクーターだとメットインの中に入れれるんですよ。そうそう、ガソリンタンクとバッテリーももう1個詰めたりするから。ただメットインないですよ。メットインはない。だからタンクを大きくするとしたら足元に何か置くか、それこそキャリアに置くから、すごく不格好になっちゃうから、すごいね、特攻隊みたいになっちゃうね。もう火つけられたらそのまま燃えて走るみたいになっちゃうね。なっちゃう、やばいな。結構不思議で、パワーが上がるとアクセル開けなくなるんです。燃費がすこぶる悪くなることもない。アクセル半分で同じぐらいでいれば燃費変わんないから、アクセル良くなっちゃう。その辺のちょうどいいライン見つけられたらいいな。そうだね、一つこういうふうにしたいっていうラインを決めて、それぞれをそこに照準を合わせて、じゃあもうメイクアンドやって乗って、ああ、その繰り返しだね。ちょっとイメージできました。僕もデータ取っておきます。あ、お願いします。サリアンで使えそうなパーツがあったら教えてください。面白かった。そうですね。ネット上に転がってるとか、誰かが持ってるとかあったら最高。でもね、これのレーサー保安部品がついてないし、さっき走る専用の H2R っていうのがあるんです。外国人が行動を貸し切ってどっかの橋で400キロ出して世界新記録、一般車で一般道で400キロ出したっていう。それもレッドブルじゃなかったっけかな。レッドブルそういうことやるからね。好きですよね。お疲れです。お気をつけて。じゃあみちゃんまた来んね。はーい。